モノのインターネット IoT。 おはようございます、マサルです。今回は IoT について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和元年秋問い13。 IoT に関する記述として最も適切なものはどれか。あ、人工知能における学習の仕組み。い、センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり、それらがネットワークを通じてさまざまな情報をやり取りする仕組み。う、ソフトウェアの機能の一部を他のプログラムで利用できるように公開する関数や手続きの集まり。え、ソフトウェアのロボットを利用して定期的な仕事を効率化するツール。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、 センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり、それらがネットワークを通じてさまざまな情報をやり取りする仕組みが IoT です。それでは解説していきます。 IoT はインターネットオブシングスの略で、物のインターネットと呼ばれることもあります。今回の問題の中では、センサを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり、それらがネットワークを通じてさまざまな情報をやり取りする仕組みと説明されていましたね。いろいろ難しく書かれていますが、簡単に言うと、これまでインターネットにつながっていなかったものがどんどんインターネットにつながって、さまざまな情報のやり取りをすることができるようになっている仕組みのことを IoT と言います。 IoT のキーワードと全体像を見ていきましょう。今回は車に IoT 機器が搭載されている例としてお話ししていきます。車にはセンサーがついていて、センサーを使って情報収集を行います。その情報はインターネットを通じてクラウドに送られます。クラウドの中ではデータが管理され、必要に応じて AI などを用いて分析を行います。分析した結果が人間に送られます。難しい言葉でアクチュエートするという表現が使われることもあります。アクチュエートは行動させる、そのような意味を持った言葉です。人間に対して分析結果を送って人間に行動させるということですね。このように IoT はセンサーが情報収集を行って、インターネットを通じてデータが分析され、その分析結果によって人が行動する、このような流れになっています。まずは IoT の全体像とキーワードをお伝えしました。次は具体的に車のセンサーを使って事故を防ぐ仕組みを見てみましょう。まずセンサーで情報の収集を行います。センサーとはデータを取得するもののことを言います。具体的には温度センサーや人感センサーなどがありますよね。一部の車にはドライバーの目や頭の動きをデータとしてセンサーで取得して、居眠りが疑われる場合はシートを振動させたり音楽をかけたりしてドライバーに注意を促します。さらにそれらのデータをインターネットを通じてクラウドに送ります。そしてクラウドの中でデータの分析が行われます。クラウドというのはインターネットなどのネットワーク経由でサービスを提供する形態のことを言います。今回の例ではデータ管理やデータの分析解析というサービスを提供してくれています。データの分析結果が管理者に情報として送られます。管理者は分析結果を見て各ドライバーの運転状況を管理して事故を未然に防ぐような対策をすることができます。このようにセンサーを使って情報収集、インターネットを通じてクラウドに送られてデータを分析してアクチュエートする、これが IoT の全体像です。では先ほどの問題を見直してみましょう。 IoT に関する記述として最も適切なものはどれか。正解は E、 センサーを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり、それらがネットワークを通じてさまざまな情報をやり取りする仕組みのことを言います。それでは IoT に関わる問題、もう一問挑戦してみてください。 IT パスポート令和3年問い73。 IoT デバイスに関わるリスク対策のうち、 IoT デバイスが盗まれた場合の対短波性を高めることができるものはどれか。 A、 IoT デバイスと IoT サーバー間の通信を暗号化する。 E、 IoT デバイス内のデータを暗号鍵を内蔵するセキュリティチップを使って暗号化する。う、IoT デバイスに最新のセキュリティパッチを速やかに適用する。え、IoT デバイスへのログインパスワードを初期値から変更する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。
正解は、イ、IoT デバイス内のデータを暗号鍵を内蔵する、セキュリティチップを使って暗号化する。こちらが正解です。この問題は IoT というキーワードが出てきていますが、実質的には対短波性が理解できているかを問う問題でした。対短波性とは、内部のデータや動作などを外部から解析や改変されることに対する耐性のことを言います。簡単に言うと、情報が盗まれないように作り込まれている状態だと思ってください。対短波性を備えているものとして、マイナンバーカードが挙げられます。マイナンバーカード内には IC チップがあって、 IC チップで情報の管理をしているそうです。マイナンバーカードは対短波性があるので、 IC チップを簡単に取り出すことができないように、表面からは作りがわからないようになっています。さらに、マイナンバーカードを分解して取り出そうとするときに、光が当たると情報が消えるように作り込まれているようです。このように、内部のデータや動作などを外部から解析改変されないようにする体制のことを対短波性と言います。そして今回の問題は、 IoT デバイスのリスク対策として対短波性を高めることができるものはどれかという問題でした。IoT デバイス自体を盗まれてしまったとして、 IoT デバイス内で保管しているデータを見られないようにするためにはどうすればよいかを考えていきます。答えは、 IoT デバイス内のデータを暗号鍵を内蔵するセキュリティチップを使って暗号化するということなんですが、ちょっと分かりにくいですよね。なので、まずは通常の場合で考えていきます。例えば、 IoT デバイスで取得したデータを IoT デバイスの中で記録しているとします。その際、データを安全に管理するために暗号化をして保管します。暗号化をするためには暗号鍵の情報が必要です。なので、暗号鍵の情報も一緒にデバイスの中に保管します。この状態で IoT のデバイスが盗まれてしまった場合、データは暗号化していますが、暗号鍵の情報も一緒に盗まれてしまっています。すると、暗号鍵を使って複合されて情報を見られてしまう可能性があります。データを暗号化して保存することはリスク対策として良いのですが、盗難対策としては不十分ということになります。そこで、対短波性のあるセキュリティチップを利用します。 IoT デバイス内の記録媒体とは別のセキュリティチップ内に暗号鍵を保管します。対短波性があるということは、簡単に情報を取り出すことができないということです。セキュリティチップの中に暗号鍵を保管しておけば、万が一 IoT デバイスが盗難されても、セキュリティチップの中から暗号鍵の情報を取り出すことができないので、暗号化しているデータを複合することはできません。このような仕組みによって、 IoT デバイスの盗難対策としてよりセキュリティを高めることができています。それでは、勉強した内容を踏まえてもう一度問題を見てみましょう。 IoT デバイスに関わるリスク対策のうち、 IoT デバイスが盗まれた場合の対短波性を高めることができるものはどれか。正解は、 IoT デバイス内のデータを暗号鍵を内蔵するセキュリティチップを使って暗号化する。対短波性というのはセキュリティでよく出てくる言葉なので、覚えておくことをお勧めします。それでは、ここでブレイクタイムです。問題とは関係ないのですが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回は IoT について勉強しましたが、 IoT デバイスはセキュリティ意識が高まりにくいと言われています。 IoT デバイスというのは、例えば温度センサー、湿度センサー、振動センサーです。これらのセンサーで取得する情報は、IoT の利用者からすると機密情報ではないですよね。今何度とか、湿度がどれくらい、そのような情報は機密情報には当たりません。機密情報であれば、情報を守るためにセキュリティ対策を行うのですが、機密情報ではない場合、管理者は利便性を重視して運用してしまいがちです。その結果、パスワードを初期パスワードのまま利用してしまう人がいます。そのような IoT デバイスは攻撃者にとっては良いターゲットになります。特定の機器の初期パスワードの情報というのは、調べればすぐに分かりますからね。攻撃者はそのような IoT デバイスに対して不正アクセスを行い、マルウェアに感染させてボットにしてしまうという事例が多く報告されています。現在は IoT デバイスのセキュリティ意識が高まってきており、 IoT デバイスを製造するメーカーが各機器ごとに初期パスワードを変えることで攻撃を受けにくくしたり、政府もノーティスと言われる活動でセキュリティが脆弱である IoT デバイスに関して注意喚起を行う活動をしています。皆さんもいろんな IoT デバイスを使うことが増えていくと思いますが、セキュリティ意識を持って利用するようにしましょう。それでは最後に復習です。 IoT に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解は胃、センサーを搭載した機器や制御装置などが直接インターネットにつながり、それらがネットワークを通じて様々な情報をやり取りする仕組み。 IoT のキーワードと全体像も含めてお話ししたので、しっかり覚えておきましょう。センサーで情報収集して、インターネットを通じてクラウドに送る。クラウドでデータ分析をしてアクチュエートする。このような流れになっています。次の問題、 IoT デバイスに関わるリスク対策のうち、 IoT デバイスが盗まれた場合の対短波性を高めることができるものはどれか。正解は E、 IoT デバイス内のデータを暗号鍵を内蔵する。セキュリティチップを使って暗号化する。対短波性という言葉もしっかり覚えておきましょう。内部のデータや動作などを外部から解析や改変されることに対する体制のことを対短波性と言います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしていただけるととても嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンでの応援もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。